病気などで外出が難しくても自分の分身ロボットを使ってカフェで接客ができる、そんな未来のテレワークが今日から始まります。今目の前にいるロボットは分身ロボットと呼ばれるものです。あちらは AI で動いているわけではありません。あちらを動かしているのは今モニターに映っていらっしゃる方なんです。病気や障害などで外出することができない方が遠隔であちらのロボットを動かしているんです。でこれからですねテープカットが行われるということなんですが、お手元ご注目ください。よろしいでしょうか。今ロボットが下を向いてテープをカットしました。あちらは AI で動いたわけではないんです。遠隔で障害を持った方があちらのロボットを動かしたんです。分身ロボット織姫 D の操縦者はパイロットと呼ばれています。パイロットはロボットから送られてくる映像を見ながらタブレットやパソコンでロボットを操作します。そのため接客など AI では難しい個別の状況に応じた適切な対応ができるのです。こうした働き方は未来のテレワーカーとして注目を集めています。この後このスペースがカフェに転換されていきます。この分身ロボットカフェをオープンするにあたり1ヶ月間のクラウドファンディングが行われました。かなり支援が集まりチケットはほぼ売り切れとなっているということです。開発した会社は移動が困難な状況になると社会へのアクセスが閉ざされてしまうため、このロボを使ってその問題を解消しようとしています。肉体労働が可能なこのロボを使えば将来的には動けなくなった自分の介護を自分で動かしたロボットにしてもらうということもできるようになるかもしれません。今回の分身ロボットカフェは一つの実験だということで、トラブルや失敗も含めて公開し未来の働き方の実現に反映させたいとしています。海外の方々がですね、日本に来た時に日本の寝たきりの人たちはそうか、こういう生き方もあるのかっていうふうにですね、感じてもらえるものにしたいという意味においては、オリンピック・パラリンピック開催期間中に、できれば長期で、ね、常設の形で、このカフェというものを目指していきたいというふうに考えています。